クルス文江は近畿地方を拠点に活動する日本のフリーアナウンサー。旧姓、高梨、千葉県浦安市出身。大妻中学校、高等学校、大妻女子大学文学部国文学科を卒業後、静岡放送に入社。同局には5年間在籍していた。静岡放送を退社後、日本語教師になるために、東京都内の養成学校に通う。 ただし資格を取った後も、インターカルトランゲージセンターの日本語教師をしながら、ジャパン f m ネットワークのラジオパーソナリティを務めるなど、アナウンサーとしての活動を続けていた。その後、アナウンサーの夫と結婚したのを機に、兵庫県西宮市へ移住。以後は、関西のラジオ番組でパーソナリティを務めている。また、この地方で活動する女性奏者たちと共に、子供向け、 大人向けそれぞれのお話し会や親子向けのコンサートなどを開いている。2008年、ユーハイム主催の第27回ゲーテの素料読コンテストに参加し優勝を果たす。2013年秋からは同志社女子大学や流通科学大学などで朗読の非常勤講師を務めている。2017年春からは仕事を続けながら売価女子大学大学院に通い、 自動文学について学んでいる。長男と次男がいる。突起のないデータは、すべて、クルス本人がブログで公表しているデータからの参考。ありがとうございます。